皆様、明けましておめでとうございます。横浜市長の林文子です。横浜の新春を飾る横浜消防出初め式に今年も多くの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また開催にあたりご協賛ご協力いただきました関係者の皆様方にも改めてお礼申し上げます。誠にありがとうございます。本日はかねてから横浜の消防防災事業に強い関心をお寄せいただいておりますエブゲニー・アファナシエフロシア特命全権大使にご臨席をいただいております。皆様方に横浜消防の伝統と近代的な現在の姿をご披露できますことを大変光栄に思っています。年の初めに火災や災害のない1年となることを願い行われる消防出初め式の歴史は遠く江戸時代初期に遡ります。1657年に発生した明暦の大火で大きな被害を受けた人々に当時の消防になった火消しの方々が出初めを行い規制を上げ希望と信頼を与えました。以来新春の恒例行事として受け継がれている出初め式はまさに日本の伝統文化です。本日の式は古式消防の保存と伝承に尽力され昨年横浜文化賞を受賞なさいました横浜市飛び工業連合会の皆様による見事な演技で幕を開けます。また大地震大規模地震を想定した総合訓練や港を目の前にした迫力あふれる一斉放水を間近でご覧いただき横浜消防の力強さを体感していただきたいと思います。2011年3月に発生しました東日本大震災以降横浜市はあらゆる災害対策に最優先で取り組んでまいりました。首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生も危惧されておりまして災害に対する備えを万全にしていく必要があります。昨年春には新たな防災計画地震防災戦略地震防災市民憲章を始動させました。この3本の柱と災害時における自助および共助の推進に関する条例のもと現在全市一丸となって防災減災対策を推進しています。地域の中では7200人もの消防団員の方々が日頃のお仕事などに加えご自分たちの地域を自ら守るために奮闘しておられます。本当にありがとうございます。3400人の消防職員も370万人の横浜市民の皆様の生活をお守りするため日夜力を尽くしております。本日のこの歴史ある出初め式を機に横浜の消防に関わる者すべてが決意を新たにしております。災害に強い都市横浜を実現するため皆様にはどうか日常の備えを進めていただき自助・共助の推進にお力添えをお願いいたします。この1年がお集まりの皆様お一人お一人にとって安全で健やかな年になりますよう心からお祈り申し上げ私の年頭の挨拶とさせていただきます。本日はご参加誠にありがとうございます。林市長ありがとうございました。